マルボンバーズ、マルボンバーズ、マルボンバーズ、高野豆様のエビ押しを皆さんに食べてもらいます。皆さんかけますか、大丈夫ですか。高野豆様でございますよ。はい、うん、それでは、4分間の間に書いてもらいましょう。いきますよ、よーいスタート。いやすごいですね。この間に質問をちょっとしていこうかなと思いますけれども、まあそれを聞いてね、あの皆さんの中でちょっとここ、こうしてみようかなっていうのが生まれてくる可能性もあるので、どうですかね。カズマさん、高野豆様どんな感じですか。こう、高野豆様はもう想像通りでしょ。すごい人なんですよ。高野豆様の特徴とかってあったりするんですか。好奇です。好奇なんですね。あ、やばい。ちなみにみさみさは高野豆様のパチモンっていうのはどれぐらいの範囲でこう広まったって思ったんですか。江戸の城下町レベルだと思ってました。あー、なるほどなるほど。そこから世界へ。そうですね、すごい人生になったな高野豆様と思ってました。あー、ほうほうほう、なるほど。その話を聞いてのりやすさんはどうですか。どの範囲ぐらいまで、結構こう令和に行くまでどの範囲ぐらいまで広がったっていう風に。いや、もちろん日本は、北は北海道から南は静岡あたりまで広がって、徐々に、はい、攻めていったわけですね。うんうんうん。あ、なるほど。要はその攻めていった後、世界に出ていくっていう段階でどのぐらいの時に何を使っていったと思う。例えば昭和あたりに船に乗って行ったのか、それとも平成とかそこら辺にもう一気に飛行機に乗って世界に渡っていったのか。あ、じわじわと船に乗って進出していったわけだ。はい、世界に。ちなみにその時の高野豆様はどんな格好だったの。着物。時代は変われど己の信念は変わらず。はい。マチャさんは、振り散らかすのはどの範囲で振り散らかしたと思いますか。いや、もう空を飛べると思ったので。おお、この方はね。はい。ですので、もう中国全土にですよ。あ、もう雲から出てくるのか、それとも何もないところからこうパーッとくるのか。降臨しましたよね。あ、もう降臨ですか。はい、もう五光がこう上から。もうそれはね、振り散らかしたっていう言葉が好きなんだよな。出てこなかったの。あとね、何気にみさみさんのパチモンっていうのもね、面白いなと思って、昔話だね。昔話でね、パチモン出てくるんやね。いや、最初カズマさんがなんか豆様っていうのをなんか高級でなんみたいなのをったから。さあ、残り20秒ですよ。のりやすさんはかけたそうですよ。私もかけた。お、マチャさんもかけた。みさみさんもかけた。かけました。あ、いいですね。模造品を作ってる悪徳業者をどうこうする完全懲役物語かなと思ったんで。あ、お待たせしました。4分でございます。どうですか、かけましたか。これ気になるな。カズマさんから、先ほどのカズマさん、ミサミさん、ノリアスさん、リョウ、そしてマチャさん、行ってみましょうか。さあ、それではカズマさんの昔話、高野豆様のエビ押し、こちらでございます。どうぞ。紹介します。高野豆様。あ、すごい。なんでそんなうまいんですか。すごい。あ、すごい。高貴なお方にやってるじゃん。江戸末期から昭和までいろんなやつが、偽物が現れたんだけど、最後に本物が現れる。おお、すごい。いいですね、これね。なんかもう本当に絵本にこうなりそうな。じゃあこれ、りょう、あとで絵本にしといて。そう、送ってください、それ。ファックスで。ファックスか。ファックスか。すっ
あ、いいじゃないですか、鷹の豆様。カズマさんの鷹の豆様のエビ押しはこちらということで。僕の中の鷹の豆様。ありがとうございます。さあ、それではミサミサ、鷹の豆様、昔話でございます。昔々、昔話の鷹の豆様、見せていただきましょう。こちらでございます。はい、こちらです。お、あー、すごい。降ってる降ってる。武士だ、武士、いいね。いいなぁ。なんかちょっとおじさん侍、おでこになんていうか、おでこまって書いてある。おじ、おでこはシワですね。あ、シワかい。シワかすごいね、なんか色つけてこうやったら本当に絵本になりそうな感じだね。かわいい。節分とか流行りそうだね。おっさん、おっさん。あー。おっさんね。やっぱりあれだね、振り散らかしてるんだね。あ、散らかってる風です。さあ、それではのりやすさんの昔話、鷹の豆様、見せていただきましょう。こちらでございます。ドッ。おー、なるほどね。孫悟空になっちゃった。すごい、空を飛んでるっていう、さっきのね、あれが生きてるというか、すごい民衆が求めてるんですね。鷹の豆様によって、わーって言って。あ、豆様みたい。豆様によって、豆様もうちょっと近くに。豆様みたい。豆様。あ、豆様ね。うん。あ、かわいい。おじいちゃんのね。ラインスタンプ欲しい。ちょっと中国、中国だね、ここね。中国だもんね、だって最後。うん。中国。うん。素晴らしいですね。ありがとうございます。さあ、それでは続きまして、寮の昔話、鷹の豆様、ミニチュアで作ったね、もう。見せていただきましょう、どうぞ。コンセプトは一緒だな。いや、私それ書きたかったんですけど、ちょっと豆様によって、豆様によってバーンって両手でやってんだ、これ。マメさんの線だね、線。やだ、もう。マメだね。空から降るみたいな。手が一本しかない。だってこれ人々これ。人々。すごい。わーってなってる。いいね。すごい。いやー、ちょっと。マメ感がちょっとないけど、マメ感。ないですね。ちょっとあれですね、あの、あんちゃんに次ぐ逸材を一人見つけたかもしれないと僕は思ってますよ。この間のあれ、ね、人筆書きの時のアンだね。そうですね。その逸材をもう一人見つけたなと思って、自分はね。無理だ。さあ、それではマチャさんの昔話、鷹の豆様、こちらでございます、どうぞ。じゃん。あー、かわいい。かわいい。ちょっと同じ豆だね。同じ豆使ってるね。同じ豆使ってる。かわいい。天使の輪みたい。しかもこう死んじゃってるね。あの、もうだいぶ生きてるから神様にしてみた。あー、なるほど。神っぽい。なんかお菓子の宣伝マスコットだね、これ。すごい笑ってる。お菓子の、なんか。絶対いい人。参考成果とかも出そう。いいですね。参考成果の鷹の豆様。発売。売り物にして売れるじゃないですか、それ。いや、いいですね。ありがとうございました。いや、最初にしてはなんか全体的にクオリティが高いというか。調子はね。いや、高かったですね、これ。物語が負けてるような気がする。物語難しいわ。まあ、要領分かりましたね、皆さん。こんな感じで。はい。では、行きましょうか。もう一回行きますよ。今のを踏まえて、桃太郎を超える、浦島太郎を超える、鷹の豆様を超える作品を作っていきましょう。はい、ここで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。マルコボンバーズのその他の活動は概要欄を確認してね。 Twitter